日本東京都中央区京橋京橋は東京都中央区の地名で旧京橋区にあたる京橋地域内である。または地域名である。京橋の地名の由来はかつて存在した京橋側に架けられていた中央通りの橋である。かつては運河が生活に重要な役割を果たしていたため、橋は地域の象徴的な場所だった。東京中国時代に区名となり、今日でも 地名として使用されている。現在、橋は存在しない。かつての橋としての京橋は、日本橋と並ぶ、名橋であった。東海道にて日本橋を出発して、京都方向に向かう場合、最初に渡る橋であったため重要な意味合いを持っていた。町としての京橋は、橋の北側に位置する、銀座線京橋駅を中心とした地域である。竹川岸と京橋歌川広重第一総合館。 江戸時代の京橋は木造で高義橋であり、欄干の中東部に木星という飾りがついていた。京橋側の南側には竹を扱う職人が多く、隅、竹川岩が形成されていた。1874年、金杉橋との間にガス島が設置された。後に、このことを記念したガス島が南詰めに復元されている。1875年石造りのアーチ橋に掛け替えられた。 日後の石膏である橋本勘五郎が施工翌年には京橋から新橋にかけて銀座レンガ街が完成し、京橋はモダンな銀座の北の入り口という位置づけになった。1878年東京府京橋区が設置された京橋が地名として認識され始めた。1901年馬車鉄道の軌道が伏線で併設された大型の橋であったが、 交通量の増加が著しいため解体され、福音18メートルの鉄橋に掛け替えられた。1921年京橋交差点に第一相互館が完成。京橋地区のランドマークとなる。1923年関東大震災で、銀座レンガ街は壊滅的な被害を受ける。1932年銀座線京橋駅が開業。1947年京橋区は、 日本橋区と合併し、中央区になる。1959年京橋川が埋め立てられ、それに伴い京橋も撤去された。埋め立て箇所に東京高速道路が付設された。京橋の欄干の親柱のみ、記念碑として残されている。1978年の住居表示実施の際に、東に隣接する宝町の町域が加わり、今日の京橋の町域となった。 2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。公的機関企業、店舗かつての企業名所史跡商業施設、鉄道道路市と高速道路、出入り口行政としては、中央区本庁の管轄にあたり、京橋地域とは旧京橋区の内月島エリアを除いた地域全体を指す。 京橋区については、京橋区を参照。ありがとうございます。